内藤正義は、江戸時代後期の大名。道の国有派生藩十三代藩主。官位は、十五位下、稲葉守。安政四年七月七日、十一代藩主、内藤正常の三男として誕生。陽名は、長としまろ。正常は正義が生まれる以前に、養子、正都を後継ぎにしていたため、兄二人の養説の後に生まれた正義は、正都の養子となった。 文久3年8月19日、養父・正都氏の死去により、家督を継いだ。慶応4年4月3日、新政府軍から合図攻撃支援の命令を受ける。しかし、同年5月、奥越列藩同盟に参加した。正義は12歳ながら、自ら戦場に立って奮戦したという。同年6月29日、新政府軍の攻撃により、湯波瀬ジュニアを攻略される。 正義は仙台城下に避難する。同年9月24日、新政府軍に降伏、謝罪を申し入れる。同年9月27日、新政府軍に降伏を認められて、謹慎を命じられる。同年10月10日、東京に移り、延岡藩邸に遊兵される。明治元年12月7日、正義は新政府に抵抗したとして、養子、正則に家督を、 強制的に譲らされた上で隠居することとなり、所領も宣告削減の1万4000国に減らされた。明治2年9月28日、禁止を解かれる。明治44年3月6日に死去した。去年55、ありがとうございます。